阪神、藤浪晋太郎投手、26、が8日、甲子園の室内練習場で自主トレを公開し、ランニングやキャッチボールなどで精力的に汗を流した。コンオフはトレーニングジムなどで体幹、肩甲骨や股関節の可動域を意識して鍛えてきた。近いうちに投球練習も再開する見込み。オンライン取材に応じ、ここ数年しっかり数字を残せてないというところはあると思うので、結果で示せるような、そんな一年にしたいなと思ってますと2月1日のキャンプインに向けて気を引き締めた。昨季は692日ぶりの白星を挙げ、中継ぎも経験。自己最速の162キロを計測し、復活への足がかりとした。先発に戻る今季は、日米通算95勝のチェンや昨季韓国リーグで20勝を挙げたアルカンタラといった強力な新戦力が加入。例年以上に先発ローテ争いは熾烈だが、結果を出さないとローテーションに入れないという状況ですし、アピールというか、結果を出すしかない。これだったら藤浪使いたいなと、首脳陣に思ってもらえるような投球の内容だったり、自分のスタイル的に三振を取っていったりとか、力強さというところがポイントになってくるので、そこをしっかりアピールできればと思いますと力を込めた。